はい、NHK から自国民を守る党党首で、元 NHK 職員私立花隆が NHK をベッカワースということで、令和3年2021年1月18日13時20分であります。今日はとてもまあひどい話で、ありますが、現在90歳のおばあちゃん、69歳、今から21年前に、障害者手帳の交付を受けまして、21年前にはすでに NHK の受信料を支払うことを免除される対象になっていたおばあちゃんが、昨年約20年経った89歳の時に気づいた、まあ、これ息子さんが気づいたんですが、毎年2万6000円ぐらい NHK の受信料を払っているので、これおばあちゃん、まあ、お母さんは障害を持ってるし、当然、住民税非課税なんですって。年金がまあ月3万5000円と、まあ、長崎の方なので、まあ、原爆の被害にも遭われているそうなので、その年金がまあ3万5000円ぐらいと、まあ、月々7万円の収入で生活をしているおばあちゃんが、毎月ですね約2万2000円の受信料ですね、年間にすると2万6000円の受信料を、まあ、BS の受信料、 NHK の衛星料金ですね、これを20年間支払い続けてきたということです。でこれ昨年気づいたので、その長崎市の方にも確認をして、この69歳の時には、NHK にお金を払わなくてもよいと、免除できるというか確約っていうか、そういう証拠も長崎市の方はあるということなんですが、まあ、住民税も非課税だと。でもこれに対して NHK はいや、免除基準や規約には申告されるまで、このね昨年認められた、去年の申告までは、申告以降については免除するけども、遡っての返金約50万円です、俺は返金しないって言ってるんです。星葉君といって、まあ、僕の NHK 時代の後輩です。 NHK 長崎放送局の営業部の星葉君、星葉職員が返金しませんと言ってます。ただまあ星葉君が悪い、星葉職員が悪いっていうよりも、まあ、NHK がもうこういうことについて返金しないという考え方で統一されているので、裁判になりました。てか今裁判しています。本日まさに今これから始まります、1時30分から長崎簡易裁判所で、原告がおばあちゃん89歳、今80歳の、あ、今90歳です、原告90歳のおばあちゃん、被告 NHK 約50万円の受信料払いすぎた、まあ、払う必要がなかった受信料、まあ、不当利得返還訴訟っていうんですけども、不当に得たお金を返金しろという裁判をして、今日が、まあ、1回目と。で、まあ息子さん、ちょっと年齢聞いてませんが、まあ、90歳のお母さんの息子さんなので、おそらく60代、70代なのかな、まあ、少なくとも僕らも年上だと思うんですが、息子さんから昨夜電話をいただきました。新幹線で岡山から帰ってくる最中に電話いただきました。で、まあ、これだけ NHK から自国民を守ると選挙にも出てるんですが、この息子さんがお母さんの代理人として今裁判をしているんですが、長崎簡易裁判所で裁判できるんですね、息子さんが。で、まあ、これだけうちの党知名度上がったと思ってたんですが、息子さん昨日の夜初めて知ったらしいです。まあ息子さんもおそらく60代とか70代なのでネットされないんで、誰かに聞いたみたいで、まあ夜中でもいいからっていうことで電話くださいという留守番電話が入ってたので、すぐに折り返しました。これ皆さんどうですかね、69歳、もうすでに69歳で障害のある人が NHK の受信料の免除について知らずにそれを払い続けてた。ちなみに
今電話をして聞いたら NHK の反論ってこうなんですって。もうね、知らんがなと。ホームページで申告しないと免除にならないと言ってますと。で、申告した時から免除になります。で、それ以外にもこの市役所が障害手帳をもらうときに市役所の職員が説明してるはずだということ、あとはもう法律でそういうの返せないとなってるっていうことの主張しかしてこない。本当にこんなんでいいんですかね。別に法律でなくて正確には免除基準ですから、 NHK 側が基準をこう変えてほしいといえば変えることができるわけですよ。これね、年収100万円もない人、おばあちゃんからしたらこの50万円ってめちゃくちゃ大きなお金ですよね。で、別にそのまあ別にまあもう本当にそう、知ってる人ってどれぐらいいます？ NHK の受信料って、障害を持っていれば、で障害があってかつその世帯全員の収入がね、非課税、いわゆる非課税って多分今140万以下だと思うんですけど、年間で収入が、年金の場合だとちょっとまあ細かい年金の非課税の基準は詳しくないのでちょっと横に置いといてほしいんですが、もうそもそも69歳で契約をしてね、まあそのまあ、まあ69歳で契約したらどうか、69歳以前に契約してるんですけど、まあ、89歳とかの契約者に対しては収入あるわけないじゃないですか、普通に考えればまああったとしてもですよ、なんか訪問して聞きゃいいじゃないですか、手紙送るなりしてね、現在お年がもう75歳になってますとか80歳になりましたよね、障害の者に免除の該当になってませんよねとか、あるいは契約を5年間ごとに更新していくとかね、契約自体はもう5年で新たな契約がなければ契約自体が無効にする、契約するとかね、もうこれ本当にもう合法か違法か、これから裁判で争っていきますけども、詐欺に近いでしょ。全然高齢者に優しくないですよ、これ。これ実際に訴えられてるわけですよね、 NHK が。今日裁判になってるんです、被告で。で、この方にはまあ裁判できるだけの能力がある息子さんがいるからまだ裁判になってますよ。でもこの先、20年前に払わなくていいことの事実を持って払わない、お金を返すって判断するのか、いや申告がもう去年だからこっから先はもちろん払わなくていいんですが、ここはやっぱり払えという可能性も出てくるわけですね。いわゆる規約が優先する場合ここは返ってこない、でも実態が優先する場合はここは返ってくるというか返金できるんですね。僕が一昨年参議院議員を辞めました。この参議院議員会館の403号室のおじさんテレビ、10月10日ぐらいに僕は国会議員の身分を失いましたから、 NHK は10月の10日には立花が解約の条件に当たったっていうのは分かってるわけです。でも僕はわざと2ヶ月解約の届けで遅らせたんですね。8月に契約をして10月に国会議員をまあ、失職して12月に解約届を出したと。そうすると8月分9月分の受信料は払わなきゃいけない、まあ、これ今裁判で争ってますけども、それは合意してるんですよ。とするとまあ合意っていうか、ここはまあいいですと。で、9月10月分については契約通りにいったら NHK は僕に請求しなきゃいけない、11月分まで8、9か10、11月かな。でも NHK は10月の段階で立花さんがもう国会議員じゃなくなったからそこにいないということを確認できているので、そこは請求しませんと。いや、こっちも債務存在でしょって言ったら NHK 側が請求しないということで、こういう
認諾書っていうのをもらってます。第3回口頭弁論記述調書括弧認諾、これ認諾っていうのは NHK も請求しません、立花もこの10月11月には請求の根拠がない、債務が存在しない、お互いが裁判の判決の前に認め合うことを認諾というんですが、これすでに認諾してるんですよ。反訴してます。10月および11月分の受信料4560円の支払い債務が存在しないことをってこの反訴してるんですが、契約上で言ったら10月11月分は NHK は請求しなきゃいけないですね。請求権があるんですが、 NHK は事実に基づいて認諾をしているって、これ証拠です。これこの90歳のおばあちゃんも同じじゃないですか。契約なんて関係ないんですよ。届け出なんて関係ないですよ。事実が20年前から20年前にその申告ができる、それを忘れてただけっていうことであれば戻るべきじゃないんですか。50万円返すべきなんじゃないんですか。ぜひ裁判しましょう。というかもう裁判になってます。でもう90歳のおばあちゃんが法廷なんか行けないですよね。ちょっとどの程度の健康状態か分かりませんが、これ息子さんができるのはあくまでも簡易裁判所までです。これ地方裁判所では争えないんですね。で弁護士に頼むと50万円では効かないんじゃないですかね。少なくとも着手金30万円はいるって言われます。もう完全な弱いもんいじめですよね。でまあこれは僕もちょっと複数の弁護士に確認したらやっぱ争う価値があるだろうということで、うちの党がこの裁判費用ですね、弁護士費用を出しますので、ぜひ戦ってみましょうということで、今ちょうど今1時半ですので長崎簡易裁判所で息子さんが NHK の職員、まあおそらく星葉君が出てきてるんでしょうけどもに対して、今裁判をしている最中だと思います。地方裁判所に行っちゃうと息子さんができないんですよ。90歳のおばあちゃんに裁判所に行ってやってくれってできないから、障害者で免除なんでしょう。高齢になって病をお持ちだから、だから働くこともできないから免除しましょうって、経済的な負担を減らしましょうって趣旨でやってるわけですよ。その NHK がお金を20年間取り続けて、おばあちゃんに裁判、文句あるんだったら裁判してこいって言うわけですよ、結論としたら。で弱者の方は弁護士費用がやっぱり30万は絶対かかるわけですから、まあ保証ないわけですよ。しかも訴えて50万円返ってくる、だって不当利得って時効10年ですから、 NHK 側が時効の援用したら25万円とかしか返ってこないですよね、仮に買ったとしても。だからまあね、こういう、まあ、まさに NHK の被害者をお守りするのが我々 NHK から自国民を守る党の役割だということでありますので、この裁判、皆さんからいただいた政党助成金を使ってこの被害者の90歳のおばあちゃんの代理人、やる代理人を我々が斡旋すると無料で斡旋するという形で、社会貢献をしていきたいと思っております。以上です。元 NHK 職員で NHK から自国民を守る党 NHK 党代表立花隆が NHK をベックワー